バフムート北方で衝撃、22両のロシア装甲部隊を完全殲滅、クレムリン軍需破綻、北朝鮮製砲弾の 80% が不発。ロシア軍の装備不足が深刻化し、北朝鮮から供給された旧式の弾薬に依存せざるを得ない状況が浮き彫りになっています。最新の映像証拠により、ロシア軍が使用している 82mm 迫撃砲弾の品質問題が深刻化しており、その実態は予想を超えるものです。前線部隊から流出した映像には、兵士たちが錆びついた迫撃砲弾を必死に整備している姿が記録されています。特に問題となっているのは、北朝鮮から供給された弾薬の品質管理の欠如です。現場の兵士の証言によると、北朝鮮製の迫撃砲弾は5発中わずか1発しか正常に発射されず、残りは使用不能であるという状況が繰り返されているとのことです。つまり 80% に及ぶ弾薬が事実上使い物にならないという危機的な状態にあるのです。さらに映像分析によれば、これらの弾薬は広範囲に錆が広がっており、新品の部分でも劣化が進んでいることが確認されています。また保管状態の悪さから、発射時の誤作動や不完全爆発のリスクも高まっており、使用する兵士の安全が大きく脅かされている状況です。ロシア軍は2024年に入ってから、この弾薬問題がさらに悪化しており、現在ロシア軍が使用する弾薬の約半数が北朝鮮製だとされています。82mm 迫撃砲弾の問題は、ロシア軍の戦術的能力に大きな制約を与えており、信頼性の低い弾薬では正確な火力支援が困難で、作戦の成功率が大幅に低下しています。この状況は、かつて世界有数の軍事生産国であったロシアが、北朝鮮の旧式弾薬に依存せざるを得ない現実を浮き彫りにしており、プーチン政権の軍事政策の破綻を示すものです。さらに、ロシアは西側諸国の制裁により、重要な部品や技術の供給が断たれているため、国内での高品質な弾薬の生産が困難な状況にあります。そのため、今後も北朝鮮への依存度が高まり、それに伴う問題も深刻化するとみられています。こうした事態は、ロシア軍の戦闘能力と士気に致命的な打撃を与えています。信頼できない装備で戦場に送り出される兵士たちの間では、不満が急速に広がっているとされ、この問題は単なる装備の不足を超え、ロシア軍全体の士気低下と戦闘能力の衰退を示す警告として受け止められています。さらに、戦場では北朝鮮兵士の身分証明書が発見されており、北朝鮮からの軍事支援が明確になりつつあります。しかし、ロシア軍と北朝鮮部隊の間では、言語の壁や指揮系統の混乱が問題となっており、誤射事件が頻発しています。北朝鮮兵士は十分な装備を与えられず、最前線で消耗品として扱われるという証言もあります。一方で、ウクライナ軍の防衛戦は驚異的な成功を収めています。特に、バフムート北方のビーマ地区で展開された戦闘では、ウクライナ軍がロシア軍の機械化部隊による大規模な突撃を完全に撃退しました。ロシア軍は22台の装甲車両を投入し、その中には主力戦車7両、BMP 歩兵戦闘車13両、軽装甲多目的車両2両が含まれていました。これに加え、約120名の歩兵部隊も同行し、教科書通りの機械化歩兵突撃を試みましたが、ウクライナ軍の革新的な防衛戦術の前に壊滅的な被害を受けました。ウクライナ軍は高性能な偵察ドローンを駆使し、ロシア軍の部隊展開を早期に把握。その情報をもとに防衛体制を最適化し、対戦車兵器を効果的に配置しました。特にドローンによる24時間体制の監視が功を奏し、
ロシア軍の動きを完全に予測しながら迎撃することができたのです。結果、ロシア軍は投入した戦車7両のうち6両が破壊され、13両の BMP のうち11両も撃破されました。また人的損害も深刻で、約60名の兵士が戦闘不能となり、ロシアの機械化部隊は大打撃を受けました。ロシア軍の失敗の主な原因として、旧式の戦術に固執していることや、装甲部隊と歩兵部隊の連携が不十分であることが挙げられています。ウクライナ戦争における現代戦術とロシア軍の課題。1. ロシア軍の戦術的な欠如と組織の硬直性。ロシア軍はドローンに対する防御がほぼ欠如しており、これが大きな弱点となりました。さらに指揮統制系統が硬直化しているため、急激に変化する戦況に対応できない体制が見受けられます。これにより戦況に応じた柔軟な対応が難しく、ウクライナ軍の進展に対応しきれない状況が続いています。2. ウクライナ軍の多層防衛システム。対照的にウクライナ軍は現代戦の最新技術を戦術に取り入れ、特に多層的な防衛システムを構築することに成功しました。第1層、長距離対戦車ミサイルを用いた選択的な狙撃。第2層、中距離システムによる集中砲火。最終層、近距離の対戦車兵器ウェポンシステムによる徹底的な制圧。これによりウクライナ軍はロシア軍の攻勢を効果的に抑え込み、強固な防衛網を築きました。 3. ドローン戦争の新たな段階。この戦闘で特に重要なのはドローン戦争が新たな段階に入ったことを示している点です。ウクライナ軍は偵察ドローンだけでなく、攻撃用ドローンも積極的に運用しました。これにより、ロシア軍の装甲部隊の視認装置や通信機器を精密に狙撃し、ロシア軍の指揮統制能力を著しく低下させることに成功しました。4. バフムートでの戦闘からの教訓。映像分析を通じて現代戦における重要な教訓が明らかになりました。装甲部隊の脆弱性。装甲部隊は適切な情報支援と対空防御がなければ極めて脆弱であることが確認されました。情報優位性の重要性。ドローンを活用した情報優位性が戦術レベル及び戦略レベルで決定的な意味を持つことが実証されました。この戦闘がバフムート北部という戦略的に重要な地域で発生したことは注目に値します。バフムートの確保はロシア軍の次の大規模攻勢を阻止する上で重要な役割を果たしており、今回のウクライナ軍の勝利はロシア軍が戦略的要所に接近するのを大幅に制限する結果となりました。5. ウクライナ軍の戦術的成功と意義。バフムートでの勝利は単なる一地域での勝利を超えて、現代戦における装甲戦力の運用方法、防衛戦術の革新、およびドローン技術の統合といった複数の軍事的課題に対する示唆を提供しています。ウクライナ軍の成功は、技術と戦術の統合によって数的優位を持つ敵軍に対しても優位に立てることを証明した画期的な事例と言えるでしょう。ロシア経済への軍事費と高金利政策の影響。1. ロシア中央銀行の高金利政策と軍事産業への打撃。ロシア経済は現在深刻な危機に直面しています。ロシア中央銀行は政策金利を 21% に引き上げましたが、これは軍事産業に壊滅的な影響を与え、経済全体にも波及しています。
この高金利は第二次世界大戦後のロシア経済において最も危機的な状況を示しており、軍事企業への影響が特に深刻です。軍事企業の資金調達の困難。軍事企業は中央銀行からの借り入れに依存していますが、21% という金利では運転資金の確保が困難になっています。ロステック社の警告。ロステック社のセルゲイ・チェフ社長は、ロシア議会で軍事企業が高金利の影響で資金調達が不可能になっていると警告しました。 2. 高金利政策による建設業界への波及。高金利政策は建設業界にも深刻な影響を及ぼしています。政府の優遇住宅ローン制度の金利 8% が終了し、一般住宅ローン金利が 21% に跳ね上がったことで、住宅市場は完全に機能停止状態です。一般市民の住宅購入の困難化。30年間のローンでは住宅価格の5倍以上を返済しなければならず、一般市民にとって住宅購入が事実上不可能となっています。関連産業への影響。建設会社の倒産が相次いでおり、セメントや鉄鋼など関連産業にも大きな打撃を与えています。 3. ロシアの2024年軍事予算と実現可能性の疑問。ロシア政府は2024年の軍事予算を 1.5 兆ルーブル、約1300億ドルと発表しましたが、この数字の実現可能性には疑問が投げかけられています。予算の空洞化。この予算額はウクライナへの予想支援額の5倍以上に相当しますが、実態は空洞化しており、高インフレとルーブルの下落により実質的な購買力が大幅に低下しています。社会保障費の削減。軍事費を確保するために、医療、教育、年金などの基本的な社会サービスが犠牲になっています。4. 凍結資産とウクライナ支援。ロシアが西側諸国に預けていた3000億ドルの資産が凍結されており、この資金がウクライナ支援に使われているという事実が、ロシアにとって戦略的失態を示しています。この額は中国の不動産大手エバーグランデの負債総額に匹敵する規模であり、ロシア経済への影響が深刻です。 5. 今後のロシア経済の見通し。ロシアの経済専門家たちは今後の見通しについて極めて悲観的です。ロシア中央銀行のナビウリナ総裁も、ロシア経済がスタグフレーションに直面していると指摘しており、持続的な経済成長が見込めない状況にあります。ロシア経済は現在インフレーションと経済停滞が同時に進行する極めて深刻な状況に陥っていることが指摘されています。特に2025年にはルーブルの為替レートが1ドルにつき14ルーブルにまで下落すると予測されており、この為替下落は輸入に依存するロシア経済に大きな打撃をもたらすことは避けられません。特に軍事産業に必要な高度な電子部品や精密機器の輸入コストが急騰し、軍事生産の維持が一層困難になると予想されています。こうした経済危機は、かつてのアフガニスタン戦争がソ連崩壊の一因となったように、現代のロシアにおいても体制の崩壊につながる可能性があります。プーチン政権は経済の実情を無視して軍事路線を続けていますが、この戦略は明らかに持続不可能です。経済専門家は、現在の路線を継続すれば、2年以内にロシア経済が完全に機能不全に陥る可能性があると警鐘を鳴らしています。